もどうも、花宮ネクです。今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回すげえドタバタ騒動に巻き込まれたライステルさんがヒーローしてて、忍さんが失踪して、重いんだよ。今回はゆるい雰囲気のシナリオを頼むでな。あ、そういや言い忘れてたけど、全メンバーのレベルをすでに下げてあります。ジュリアさん会の直前ぐらいかな、3レベルぐらい下げたはずす。ちょっとは苦戦できるだろう。さらにそういえばパート10ぐらいのコメントで、捨て画面でさらにボタン押せば体勢見れるでって情報をいただきまして、それも見てみよう。取りだめしすぎてめっちゃ実践するのが遅くなったわ。なるほど、こんな感じか。雷強化 15%、 投擲と風の耐性 -30%、 雷耐性 75%。 くっそ極端で好感が持てる耐性ですね。どれ、他のキャラの耐性も見てみるか。かなちゃんは、うわすげえな。大体の異常耐性 -50% で、混乱耐性 -100%。 おで、敵、倒すみたいなこと言うキャラの耐性だろこれ。それじゃあ今回お出かけする場所の提案お願いします。そういえばキーオブパンドラって盗品でしたよね。この遺跡に放置されてたとかなんとか。高圧的だけど、とりあえず話は通じそうな人だ。最初はハムスケ&ドラゴンあたりが敵と送ってきてるのかと思ったけど、どうもガチっぽいな。みんなで謝りに行くか。というわけで遺跡地下に出撃。おわぁ、ここで話しかけてこられるとちょっとビビる。忍さん、失踪する前の心配りも欠かさないいい人だ。まだローズマリーとギスギスしてるの。ちょっと夕暮れの河原で素手の殴り合いするぐらいしないとあかんか。亡くなった時の補給所も設置済みなの。忍さん、普通に聞いてた。
あ、そうだよね。ローズマリー、怒りっぽいけど引きずるタイプじゃないよね。仲直りのきっかけな。年を食うほど難しくなっていくことの筆頭だな。ほいじゃあ遺跡地下深部に行きますか。推奨レベルより2つぐらい下。こりゃちょうどいいぞ。これはあれか、泡に入ったら移動してくれるみたいな。想像と違ったな。跳ねるんだこの泡。水没都市1、がっつり古代の超文明都市じゃん。はぐれ王国拠点ってもしかして地下都市と地上をつなぐ中継基地的なところなのかな。そんな古代の超文明都市も今では魔物がはびこっていて、ゾンビキノコ、ビリビリ水中花とのバトル、世も末だな。ふむ、どちらも炎属性が弱点だったな。エステルさんとローズマリーのフレームコンビが役立つかな。これを機に仲直りしてもらって。大関ペンギン、海賊船ゾンビ、ビリビリ水中花とのバトル、こいつら接点ないな。何を思ってこの3匹でグループを組んでるんだ。逃げ遅れ貴族3体とのバトル。古代人、何かが起こって逃げ遅れてアンデッドになってません。これはアルフレッド君の出番か。でもわざわざ連れてくるほどでもないし、炎属性だけでいいか。こうしてアルフレッド君の起用機会がどんどん減っていくのでした。会話イベント発見、あぶね。雷も効くんだ。久々に八重ちゃんの出番だな。ズッチーと一緒に頑張ってほしい。なるほどな。あ、お待たせしましたね、強敵ザコくん。逃げ遅れ貴族じゃねえか。燃やせ燃やせ。うわぁ、臭い一点毒&疫病&睡眠。オモリーさんもヘルチンも貴族もみんな使うじゃんこれ。上流階級の女性はみんな臭い息を吐けるんか。ナイス窒息、成仏しろよ。そんじゃあメンバー変更するか。なんとなく初期面で固めてきてたんだが、ハピコとベロベロスを抜いて八重ちゃんとズッチーを入れようっと。お、新顔だ。シティガーディアン、古代都市の警備人形的な。こんな魔王この得体みたいなやつが警備兵としてうろついてたの。それはちょっとテンション上がるな。お、会話イベント。八重ちゃんがウキウキしておる。 BGM まで変えちゃって。戦闘で名前が見切れてることに言及するんだ。サイキッカーやとして親しまれております。八重ちゃん、良識の塊だな。
あと TT 様には子供枠と敬老枠が重なっててめっちゃ優しくなってそう。そんなこんなでダンジョンの採用にやってきたのだ。めちゃくちゃ短かったな。15分ぐらいで着いちゃったぞ。寄り道ボスもいなかったし、まだ何かありそうだな。すげえ服着てるな。八重ちゃんもだけど、そういった服を女人が着るのはいささかハレンチではござらぬか。お、俺っ子かい。いいですね。魔法ゴーレム、変形合体とかロケットパンチとかはできそうですかね。いやいや、鍵もオープンパンドラで酷使されて喜んでるよ、多分。これ、世話を焼きたがるタイプのおばあちゃんだ。 TT 様とはちょっと違うタイプのおばあちゃんだよ、これ。むしろ、聞いてくれ。構ってほしいのを隠さなくなってきたな。あれかな、存在意義が質問に答えることなのかな。超高性能なオフィスのイルカ的な。世界観の設定開示のコーナーかい？ワクワクしてくるね。
開拓地ならぬ開拓世界だったんすね、この世界。オブパンドラって最初の召喚師が持ってた鍵屋でとか言われてたけど、もともとは古代人がポコジャカ開けた次元の穴を閉じるために作ったものなんすね。自然主義者的な人も出てくるか、そりゃこの世界に愛着も湧くだろうし。
満面の笑顔じゃないですか。よっしゃ、これこびればなんやかんやでほだされてくれるタイプのおばあちゃんだ。こびていくぞ。絶対に型番では呼ばれたくないの。ほんのり闇を感じますね。グリチン、よろしくな。グリチン、仲間になったからにはまずはステータスチェックを受けてもらう。人と同じ仕組みと知能を有した魔法技術の結晶体。じゃあ実質人間じゃないですか。ちょっと残念なんだが、 RPG で仲間になるゴーレムとかロボットには変な性能をしていてほしいってのがあるんですよね。回復魔法が効かないけど修理でだけ回復できるとか、状態異常が効かない代わりに雷に超弱いとか。まあ私の好みであってグリチンに罪はないんですが、投擲と TP 増加に優れるステータスは割と丸いな。テクニカルフィールドは味方全体の TP 増加率を 1.3 倍に。行動すると基本的に TP を8ぐらい得られるんだが、それを 1.3 倍か平時に使うとまあぼちぼちかな。やはり進化を発揮するのは TP を貯めるスキルとか TP を受け渡しするスキルとの併用だろうな。テクニカルフィールドがある状態でこたつドラゴンがだらけたら凄まじい勢いで溜まりそうだ。他のスキルは普通に投擲系のスキルっすね。敵によってはハオとユキノちゃんと一緒に出動してもらおう。それじゃあ次回はトゲチーク山岳地帯の地下に行くとしますか。最近動画投稿が滞っててすまんね。オーバーウォッチ2が面白いのが悪いよ。ソジョーン楽しすぎ。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。